いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、大津彩香さん副知事に指名ということでございます。都知事立候補 AI メイヤー氏。ああ。まあいいや。まあ、仰天公約ということでございます。まあ、トースポウェブがですね、もうなんか、もうめっちゃ呆れてましたけどね。なんか記事を読む限りですけど。ね、もう仰天公約っていうね、ということですが。あ、まあ、昨日皆さんね、スペースもそうですし、まあ、YouTube のライブの方もですね、見てくださって本当にありがとうございました。まあ、いろいろとですね、お話しさせていただきましたね。大津さん界隈というか、まあ、大津さん支持だった、方とね、お話しさせていただきましたけど、まあまあ、まあ、順当になってんのかな。うん。まあ、向こう側の意見が聞けたから、まあ、僕的には良かったかなというふうに思ってます。はい。ということで、ですね、まあ、都知事選の関係でございますね。まあ、なんか、政治団体 AI 党が AI メイヤー氏をですね、10日、都庁で会見されました。立候補に表明したと。で、当選した暁にはですね、まあ、みんなで作ると大津彩香さんをですね、副知事に指名する、仰天公約を掲げたということで、なんか、とんでもない、まあ、話ですよね。はい。ということで、白仮面に会場に現れたエイヤメイヤ氏はですね、ルッキズムを排除したいと。まあ、なんか、会社員が仕事を辞めずに選挙活動を行えるように推進していきたいということで、まあ、素顔だけではなく、本名、性別、経歴に関しても非公開と。昨年の、なんか、神奈川県の関係でですね、まあ、なんか、立候補されてるっぽいですね。で、AI による政治とかの自由化をですね、なんか訴えてきたということで、政治の自由化、まあ、うん。まあ、まあいいや。様々な行政資料統計的なですね、まあ政策などを学習させた AI に人間のね、プロンプトを作成し、まあその過程をですね、明かすことで透明性の担保する仕組みであり、都政に関してもね、採用していきたいというふうに言ってるんですけど、まあ、少なくとも今の行政がですね、例えばなんだけど、デジタルだったりとかっていうのがですね、まああんまり、まあ影響を与えれていないっていうのは確かにあります。デジタルだったりとか、それこそですね、Windows 7とか使ってたみたいなね、話が出てきたりとかしてるじゃないですか。まあそれに関しては僕はちゃんと否定しなきゃいけないって話なんですけれども、まあなんかこの人もこの人でなんかすっげえ極端だなっていう風に思ってはしまいましたよね。だって別に行政が、まあ、都政ですよね。まあ、まあ、東京都って結構いろんな行政的なですね、サービスだったりとかっていうのを充実させてると僕は思ってる人なので、まあ、都知事がね、どれだけ無能であったとしても、まあ、その下にいる党のね、まあ、そうですね、まあ、公務員ですよね。都に勤めてる公務員だったりとか、町に、まあ、なんか、区に勤めてる、まあ、区のね、公務員の人たちだったりとかっていうのは優秀な人たちが多いというふうには思ってるんですが、まあ、政治の自由化っていうのが、その行政的な統計政策を学習させた、なんか結構無茶なこと言ってるような感じがするな。まあ、作成するのは別に構わないし、それを過程として明かすことで透明性を担保する仕組み。うまくい、今なんていうかな、まあ、人間がうまくいかないんだから、AI に学習させたところで、うまくいくはずがないと僕は思っちゃうんですけどね。まあ、AI さんが、まあ、その、AI メイヤーさんってね、言ってるから、まあ、ちょっと反論というか、まあ、ちょっとですね、こうなんじゃないですかっていう話をね、しなきゃいけないとは僕は思うんですけど、まず、既得権益っていうのはもう作り上げられちゃってるものじゃないですか。で、それをですね、まあ、いわばなんですけど、政治的なですね、透明性だったりとかっていうのを、まあ、関わらないでくれみたいな感じになっちゃってるわけですよね。だからデジタルの推進だったりとかっていうのがなかなか、まあ、進んでいっていない。なんか、いろんなことをやってしまうと、自分の議員資格だったりとかっていうのがですね、剥奪される。まあ、少なくとも議員の数を減らされたりとかすることは、今の国会議員にとってはですよ。まあ、自民党もそうだし、立憲民主党もそうだし、漠然とは分かってるはずなんですよ。自分たちの仕事がなくなる可能性があるっていうのはね。分かってるはずなんだけれども、それをしない。まあ、推進していかないっていうのはなんでかって言ったら、まあ、皆さん分かってると思いますが、もう彼らは自分の今の役職にね、今の自分の座っている席にずっと居座り続けたいと思ってる人たちが多分大量にいるからですよね。で、それを改善していかなきゃいけないというのは、まあ、この人が言ってる通りなんだけど、その改善案だったりとかっていうのが、行政資料とか、まあ、統計政策などを学習させた AI、人間がプロンプトを作成し、その過程を明かすことで透明性を担保する仕組みで、みたいなことを言ってるんですけど、じゃあ、それは政治でしか変わらないんですよ。政治的な効力を持って政治でしか変わることができないんですよね。だから、AI さんが本来やらなきゃいけないことって何かっていうと、なんていうのかな。これは、家庭の話なんです。家庭っていうか、あなたが、例えばなんだけど、国政政党とか、その他諸々の、まあ、いわばですね、政治団体立ち上げて、まあ、自民党総裁じゃないけれども、まあ、なんていうのかな。まあ、自民党は絶対席を、に固執するっていうことに、固執するっていうふうに思っちゃうから、まあ、そこはちょっと下げて、まあ、そうですね、政権与党を奪取して、
自分が考えていることを推進するのが一番いいですよね。これはそのできた時の話をしてるわけですから、それかもうもしくは自分がロビーイングですよね。あの衆議院議員だったりとかの人たちが、なんていうのかな、まあ魅力ある自分たちの席を確保することができる、なんていうか自分たちにとって、メリットがあるものを提示して、まあ自分の意見に賛同をもらって、それを国会だったりとか政治っていうのに反映させていくのをこの二つしかないんですね。まあ、突拍子もないこと言うんだったら、まあ、自分が、まあ、国家を作って、その国家の中で、例えばなんですけど、まあ、火の鳥とかね、あの、皆さん見たことあると思いますが、手塚治虫のね、火の鳥に、マザーっていう人工知能がね、あの、持っている、まあ、なんていうのかな、アマテラスだったっけ、名前忘れたな。卑弥呼がアマテラスだったよね。で、なんていうのかな、あの、なんか、それこそ他国の AI ですよね。あの人工知能と喧嘩することになって、まあ、壊れちゃって、核戦争になっちゃってっていう話ですよね、火の鳥のね。未来編だったかな。っていう話なので、まあ、なんか、そこまでのことできるんだったら、ま、やればいいんじゃないかなと。自分が、ま、国家を作り上げるか、政治的にロビーイングですね。あの、相手に対して、例えばなんだけど、まあ、多少なりともメリットが挙げられる。まあ、多分政治家に対してすごい、今の政治家に対して、AI さんは多分めちゃくちゃね、思ってるところがあるから、まあ、こういうね、正義、まあ、まあまあまあ、まあ、そういう活動してるっていうふうに思うし、あの一番いいのは国政政党の枠組みをね自分で作り出すことだと僕は思いますけど、まあはっきり言いますけどかなり荒唐無稽な考え方なのかなというふうに思ってしまいますよね。なぜなら実行ができないからです。はい、まあ、の相手は相手の都合があって政治家をやってて、相手は相手でそういう都合を加味した上でこういう政治政策っていうのを進めているわけですから、まあやめてほしいよね。うん、明日から、じゃああなたは働かなくていいですっていう風に言われた、例えばなんだけど仕事の人が、まあどういう、形を取るのか、うん。まあ絶対に自分の席だけを残しておきたいっていう風に思うよねっていう風に思っちゃいますよね。すでに立候補を表明している元航空幕僚長のですね、田母神さんですね、は AI によるですね、目安箱を設置を政策に並べたことで、AI さんとですね、まあ、なんか、なんだっけ、田母神氏の知識と見解を反映し、防衛政策だったり安全保障に関する質問を答えると、田母神氏のですね、思考を AI に学習させ、田母神 AI を作成したというので、さらに本人の同意は取っていないとした上でですね、公共の利益や市民の声を重視する政策のスタンスを持つ大津彩香さんを副知事に指名しますということで、民族党の大津彩香さんの名前が急に出てきたと。いうことでございます。はい。まあまあ、まあ、ここに関してはもうどうでもいいですね。僕からしてみたら。あ、そうですか、ぐらいの感じですけど。AI は基本的に統計学で、関係のないものを予知することは苦手であると。大津さんは東京10国補選の翼の党の問題で、9ヶ月前にね、黒川さんを解任しており、危機管理能力が高い。は？は？大津さんが何に基づいて未来を予測しているかわからないか、感覚というか、まだ人間を捨てたもんじゃない。まあいいや。そうか。うん。AI にできない部分を AI、大津さんの感性でやっていただけるかなと、そのシーンを出した。大津氏とはですね、共通の知人に返し面識があるという。だからもう結局さ、その面識があるから大津さんがって話になって、もうちょっと。破産手続き中の三つく党だが、都知事選で支援する候補者を探しており、AI 氏の公認推薦するかが注目されるということだったんですけど、まあもうなんか、まあ、これを見た限りだと、ちょっと思いますね。はい。なんかちょっと、思っちゃうね。思っちゃうよね、これね。ね、破産手続き中の民族党だが、っていうね、一文がトスポーさん入れてくれてますからね。はい。あとこれですね、副知事の関係でございます。大津彩香さんと AI メイヤーさんが合体ということで、都知事選、民族党の支援の可能性に言及と。民族党は10日の関係、X とかスペース、YouTube ライブを行い、まあ、都知事選の関係ですね、20日告示ということで、立候補を表明した AI 党の知事、AI メイヤーさんの方がサプライズ出演されました。まあ、AI 政治の導入を訴える AI メイヤーさんがですね、この日、都庁でですね、都知事選の立候補会見を開いて、当選した暁には大津さんをね、副知事にするということでぶち上げられましたと。東大の民族党界隈のですね、まあ、なんか名前の中で飛び出したということで驚きの声が上がっておりますね。正直な話、ちょっとここはいただけないかなということで、解任しており危機管理要求が高いということを言ってますけど、いや、まあ、高くはないかな。だったら最初から黒川さん、選任しなきゃいいだけの話なんですよね。で、NHK 党のね、支持者の人たちはなんとなく分かっておりますけども、まあ、黒川さんと大津さんは常にずっと繋がってたわけですよね。で、まあ、ずっと繋がってて、まあ、少なくとも青白王子外線ですね。青白王子の自宅前外線やってるわけですよね。
もうこの時点で、いや、危機管理能力が高いかって言ったらそうじゃないんですよね。はい。で、あの、7ヶ月、そんなこと言うんだったら、いや、じゃあ俺、副知事に入れてくれよって僕は思いますよ。はい。あの、AI さん、AI さん。いや、俺、昨日のライブ配信見てもらったら分かると思いますけど、翼の党は少なくとも東京都知事選か、もしくは、衆議院の解散総選挙の時に、ね、もう、NHK 党の統一地方選と同じようなですね、外選活動をする可能性が高いっていう風に言ってますからね。AI さん僕の方がいいんじゃないでしょうか。ね。っていう風に思ってしまいますけどね。これは危機感、感覚というか、いや、感覚とか推察とか、まあいいか。はい。まあいいや。はい。ということで、ぶち上げていたということで、唐突のね、民粒党の大津彩香氏の名前を飛び出したことで驚きの声が上がってると。会見終わりにですね、民粒党事務所にね、押しかけ、スペースに飛び入り参加した AI メディアさんに関しては、勝手に名前を使って申し訳ありませんでしたと、大津さんに謝罪、方。まだそれは、あ、言ってなかったって言ってたけどね。まあ、この件についてだったんでね。民粒党も AI をね、活用した政策を打ち上げ出してるということがあってですね、大津さん怒ることが、まあ、微笑んでいたと。AI さんと政治について議論交わしていたということだったんですけど。まあまあまあ、あの、一時期、そのなんか、まあ、有識者に対してね、大津さん結構、ね、あの、指摘をもらってましたけどね。まあ、そこからちょっと成長したっていうことなのかな？わかんないけど。AI さんに関してはですね、大津さんによるですね、まあ、翼の党の黒川さんの幹事長、まあ、更迭劇などをですね、振り返り、大津さんのね、未来を予知する能力が、それだったら俺、良くないですか？俺、じゃあ、いいっすよ。じゃあ、大津さんの下でいいっすよ。大津さんの下でいいよ。大津さんの下で、あの、なんか、やりますよ、僕。やりますよ。はい。これはこうなんで、ああなんでって、僕、大津さんに言ったら、できるってことですよね。いや、いいっすよ、全然。本当に。はい。副知事になって、全くしがらみのない政治をやることの確信を至った。ああ、そうか。副知事企業の関係でもうプッシュ。いや、でもさ、副知事やったからと言って、まあ、国政政党の党首が、副知事か。どうなんだろうね。大津さんに関しては未来を予測したらこんなことに巻き込まれることはないか、何か暗いことを打ち返してきたということで、あ、そういうこと、まあ、うん。まあ、ここに関してはそうかな。まあ、元気があるっていうのは確かにその通りだね。ということで、素顔とか本名非公開の関係で仮面を被った AI さんに関しては色物ですということで、賑やかしに見る方向きもあったけれども、まあ、なんか成人の取り巻く現状分析だったりとか課題を語る姿にリスナーは、ただものではないんではないかということで、まあ、驚嘆と。今後と都知事選の関係で民粒と公認推薦についてはですね、大津さんの関係で。まあでも、まあ AI 党っていう形で出てるから、まあ推薦しやすいはしやすいですよね。うん。まあ、大津さんとしてもかなり、あの、なんていうのかな、まあ推薦しといた方が、民粒党が、まあ、なんていうのかな、今後、政治政策だったりとかっていうのを活用していくっていうふうに思うんだったらした方がいいのかな、っていうふうに思っちゃいますね。はい、ということで、ツイッターの取り巻く状況下でございます。小林さんですね。まあ、直星さんがまとめてくださってます。勉強してるというか、まあ、勉強してるとは聞いたことがない、レベルの政治家であると。義務教育はまともに、まあ、ここはちょっと言わないようにしましょうか。まあ、なんか、まあね、いろいろと追求されてますね。はい、ということで、大津彩香さん副知事とかご冗談をということで、そんな要因、務まるわけないじゃんということで、まあ、社会経験。いや、出してたからね。いや、だから俺、なんかやっぱ、大津さんと何らかの関係性がある人だったのかなっていう風に思っちゃいましたね。はい。うん。なんか不思議な人だね。はい。がっつり独裁じゃんということで、いやー、はい。まあ、宮川さんとか、ね、いろいろと言ってますよね。まあ、どうしたいのかな、大津さんがどうしたいかによるんじゃないかなって僕は思っちゃいますよね。こういうツイート見たりとか。まあ、過去のツイートをね、まとめてみるとって話なので。まあ、彼女自身が、まあ、例えばでもんだけど、今回の特別高校の関係だったりとかっていうのをちゃんと、まあ、なんか債権者もそうだし、話をしてあげたらいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。はい、みんなで作ると安定のコメントオフ配信ということで、1630回再生ですね。高評価65ということでございます。大津彩香さん、視聴者コメントから逃げるなということで言っておりましたね。はい。もうコメント読まなくなっちゃったんだよね。みんなで作ると1370人ですね。まあでもこれから伸びていってほしいなっていうふうには思わないかな。もうだって、いや、債権者の返済まず最初にしてよって思っちゃうんだよな。いや、ちゃんと低評価をしてるやん。ちゃんと低評価をしてるやんか。はい、ここ1年で、ね、蓄積していた結果これですかということって、まあ、大津さん。あと誰だっけ、この人知らねえや。これか、確か堀川さんだよね。うん。で、AI さんだということでございます。はい、これ全部読めてるかな？あ、大丈夫か。よしよし。
毎日のようにご協力いただいており、この年をね、通して本当にお世話になってますということで、豊田先生は正義の、人で、たまに微妙な皮肉がおっしゃられることが好きですと、いつか恩返ししたいなと思ってます。それよりね、最近我々が知らないところで闇が動いたようで、いきなり進み始めました。それで彼は焦っているのではないかと考えています。参議院選まで、この1年蓄積した結果が実るように、より一層頑張っていきますということで言っておりますが、彼って誰のことなんだろうね。焦ってる。立花さんが焦ってるってことなのかな。うん、我々の知らないところで山が動いたようで、いきなり進み始めました。まあなんか、まあ、大津さんが何かしらのね、こういうなんか匂わせ投稿してるときに、何らかの、なんか、まあ大津法ですよね。まあ会計責任者を変えたとか、まあそういったことですよね。あと、まあ党名変更ですか。あの政治家女子48とからみんなで作る党に党名変更しましたとかっていうのが、まあ繋がってたりとかするので、まあ僕ちょっとここは基本怖いかな。怖いっていうか、まあなんかちょっと身構えといた方がいいかなっていう感じですね。で、まあ、身構えて、例えばなんだけど、しょぼかったらまあそれでいいかもしれないけど、まあ落ち込んだりとかね、するような出来事が起きてしまってもおかしくないかなというふうに思ってしまうので、まあそこはちょっとね、支持者の人たちは見とってもいいかなと思いますけど。はい、午前中いいことあって乗り降りの原因が俺かということで、みんなで作る党党首、大津彩香さん。なんかご飯食べに行ってるね。うん。まあ、ご飯食べるのいいんだけど。はい、都知事選立候補者はエイヤネイヤさんですね。都知事に当選したらですね、大津彩香さんを夫人。また新しいいじり方されてます。いや、それはどうだろうか。いじり方ではないかなというふうに思いますけどね。あ、これ言っとかなきゃいけなかったね。イカちゃんがまとめてくれてます。はい、大津彩香さん、逮捕されたね、黒川さんと協力関係あったのに認めるだけではなく、大川さんとの関係性も認めるということで、ここに来て、リュウホウちゃんがね、登場するっていうのは胸熱展開だと、界隈が騒然にということでございます。はい、これ裁判の陳述ですよね。ね、これ大川さんじゃないし。え、リュウホウ?え、ヒロシじゃなくて?ガチ?え?大川隆法?マジで言ってる?マジで言ってる?え、大川隆法とも、あれ?ヒロシとは、関係性があるってのは知ってたけど、ヒーショーになったからね。マジか。はい。岩井さんですね。大津さんの方針に逆らうんですかということで、いや、座ったこともないようなじいちゃんが、まあ、浅はかな理解でね、あたこ話に否定して走るなんて、まあ、ちょっと良くないんじゃないかと。AI なるものはですね、封鎖的、閉じ込められた環境で、領域の中で、スラッシュ前提として、膨大なデータから統計と確率の大原則のロジックに基づいて、最適解を導き出すだけの代物です。ですから、関係法、解放系、何らかの制約を持たない前、ん?ちょっと待って。何らかの制約を持たない前提である人間の事象や、広くて、社会現象を対象とすることは原理、的に不可能なのです。ああ、危ない。当然のことながら、解放系の代表と言える、解放系って何ですか?何らかの制約を持たない前、いや、これだけの説明だったら読めて、え?ちょっと待って。当然のことながら解放系の代表といえる政治事象を AI を使って本質的な意味における最適化を導き出すことなどできようがはず。あのさ、まずさ、岩井さんさ、まず政治の定義って何よ?あの、岩井さんの。そこを説明しないと、この文章だけだったら読めないっすよね。うん。解放系何らかの制約を持たない前提。人間事象って何ですか?社会事象って何ですか?いや、だからもう抽象的なんだよね。人間事象って何だろうね。その人間事象と社会事象って何が違うんだろうね。僕単純にこれ社会事象一文字でまとめられると僕は思うんですけど。原理的に不可能。まあ、原理的に不可能なのかな?まあいいか。だって、え?だってさ、そうだね。例えばなんだけどさ、消費税減税って訴えてる人たちって、なんで消費税減税を賛成してるかって言ったら、消費税を推進することによって、例えばなんだけど、今物価高だから、消費税って定額税率じゃないですか。だから、まあ、支払う税率、まあ、税金の分が増えてますよね。だったら、物価が上昇するにして、その消費税を抑える、まあ、そのパーセンテージを下げるっていう変動税率っていうのを、使った方がいいんじゃないですかっていう風に言ってる人たちが多いわけじゃないですか。そうでしょ?
だって100円のものを今まで定額税率で 10% で、支払ってたら10円税金で支払ってましたけど、これが物価高上昇して200円になったら20円、ね、倍の金額を、まあ、税金として納めなきゃいけないという謎の現象が起きてるわけじゃないですか。だったらこの消費税っていうのも変動で200円上がったんだったら消費税は何パーセントか下げるっていう風にした方が国民負担率は減っていくよねっていう考え方なんですよね。で、それって普通に人間的とか社会的な事象なのかって言ったらそうじゃないですよね。これ政策の話だから違うの。社会事象って何？でも社会事象っていう話し始めたらさ、じゃあ例えば SNS で投稿されてたさ、投稿とかの、例えば、まあ、例えばパパ活だったりとか、まあ、トー横だったりとか、今社会現象になってるのそこぐらいだと僕は思ってるんですけど、ね、あとなんかあるかな。まあ、全国の人たちが、まあ、求めてるというかよく知ってる社会現象ってこの二つぐらいだと僕は思うんですけど、トー横界隈だったりとか、トー横キッズですよね。まあ、未成年の子供たちが、トー横に集まって、それこそ何もすることなく、とりあえず集まって、まあ、ゴミとかをバン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 捨てまくってっていう現象っていうのは、つい最近現れた現象だと僕は思ってるので、まあ、そういうことを社会事象として呼ぶのであれば、例えば SNS で発信されてる状況ですよね。とかっていうのをまとめて、じゃあどういう風に対策するのかっていうのは、人間の、例えばテキストですよね。SNS に投稿された、こういうのやめてほしいとかっていうところから政策を導き出すっていうことはできるんではないかなっていうふうに思いますけど、そこはどうなんでしょうね。まあ当然のことなら開放系、何らの制約を持たない前提、よくわからんな、まあ頑張ってほしいなと思います。はい。メイヤさんね、ボードを落とし、あーもういいですと、これがはい。まあまあ、なんか言いたいことがあったって感じですね。ちょっと落としちゃったっていうのが。ああ。はい。ということで皆さんどうお考えでしょうか。僕はね、なんていうのかな。まあ、都知事選に候補するのは全然自由だと思いますんでね。ただまあ、なんか国民の方向を向いてですね、まあ、政治活動してほしいなというふうに思っています。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。